長いもまた高い位置まで行きました。さあクロスを入れる、ファーサイド、八木下シュート、今月が決めました、同点ゴール。攻め続けた片原豊山、アディショナルタイムで同点に追いつきました。クロスが入って八木下ヘディングで、そこにいたのが小池口。